はい、デッドヒルヒーザーの森の大大です。今日はですね、前回に引き続き、スペシャルゲストの大野光翔先生に、お話を伺っていきたいと思います。前回は冬剪定について、なんでするのかというような話を伺いましたけれども、今日はですね、大野先生、またこちらお越しいただいてますので、はい、冬剪定のお願いします。コツだったりとかですね、はい、ちょっと、はい、そういった話を、お聞きしたいと思います。はい。はい、まあ、なかなかね、これぐらい背が高くなったり、もっと背が高くなったりするバラもあるんですけど、やっぱりこう、高くなってね、前回も話したように、上の方で話してしまうので、極力短くね、切ってあげると、下の方で見れるということなので、じゃあ、実際どのぐらいまでね、切っていくかというと、まあ、おおよその目安です。まあ、何センチっていうと、40センチとか言うとね、40センチ物差しで測って、しっかりと、そこにいい目がないじゃないっていう話になるんですけども、まあざっくりだいたい膝丈よりも下ぐらいで切るつもりで切ってもらっていいと思います。膝丈よりちょっと下、あ、はい、分かりやすいですね、すごく、はい、僕の膝丈じゃなくていいです。皆さんの膝丈でいいので、皆さんの、はい、何センチか測らなくていいですよね。そうですか、はい、僕のも測らないでください。測らないですか、はい、分かりやすいです。意外と短いかもしれない。いやいや、はい、なのでその位置でもう切っちゃう。あ、もうバシッと太いのいくわけですね、はいはい、で、よくいい目の上で切りましょうっていうのが本人のありますよね、はいはい、だけどなかなかそれいい目を見つけると上の方になっちゃうことが多いんですよ。あ、そうすると高い位置になっちゃうので、はい、僕はいい目っていうのはあまり気にしなくてもバシッと切ってもらったその下がこの1月中で切ってもらえばこの下の目がいい目が出てきます、はい、なのであまりそこにねこだわりすぎないで切っていただいてもいいかなと思いますね。で、あとは見ていただいてちょっとね分かりますかね。今切った枝割としっかりとした新しい枝なんですけど、はい、この古くなってくると、はい、こうちょっと黄ばんできたり枯れ込んできたりっていうこういう枝がね、まあ世代交代ですね。新しい枝が出れば古い枝っていうのはちょっと衰えていってやっぱりいい枝いい花もねもう出なくなってくる。なのでこういう枝を冬じゃないとなかなかこのぐらい太いと切りにくいのでこの時期に切ってもらう。でこっちにいい枝が出てればここで切ってもらえばいいんですけれども、もう他にいくつかいい枝が出ているのでこの枝だったらここでね、あ、元の位置でもう元で切ってもらっていいです、はい、はい。まあもう実際ねこう切ってもらえばいいのでまっしり、もう古い、あるいはもう新しい枝を残した方がいい花が、そうですね、こんな感じでね、はい、まあハサミでね切れないぐらい太いのはノコギリ使っていただいて切ってもらったりとか、うん、できるだけあんまり下を残さないで切っていただいた方が、はい、次の枝下からいいシュートがまたここから出てくる。この時にちょっと残しておくと、はい、ぶつかってその重なり合ったりとか混み合ってしまうので、できるだけもういらないという枝はしっかりとね切り落としてもらう方がいいです。もう際でも本当に際で切って、はい、切ってもらった方がいいですね。あ、はい、まあ、あとは太いところで切るのか、あとはこういうふうにねたくさん枝が分かれている状態で太いところで切ってもらうと強くて立派な枝がビュンと出てくるんですけど、はい、まあいい枝は出てきて大きいお花は咲きやすくなるんですが、はい、花数となるとちょっと少なくなる、はい、なので枝をいくつか残してまあちょっとね古い枝とかをカットしながら、こんな風に股になるところをねちょっと残しておいてあげると、ここできればここから 2,3 本なんですけど、この枝からこの枝からもね枝が出てきて、はい、たくさんの枝が出ると枝数イコール花数にほぼほぼなってくるので、はい、なので花をたくさん咲かせたい人はちょっとね脇枝も残してあげるといいです。なるほど。大きいお花を少なくてもいいから大きいお花を咲かせたいっていう方は、はい、太いところで切って、はい、いい枝を出してあげるとより大きいお花が咲きやすくなるということになりますね。はい、もっと細かいことを言い出すといろいろあるんですけども、あ、そうですか、はい、まあ、まずはねその辺をちょっとあと
高さもね、そんなに高くしすぎると、1年で伸びる長さが 1.5 メーターであれば、ここで切っても 1.5 メーター伸びてくるし、はい、ここで切ってもここから 1.5 メーター伸びてくるので、そうするとすごく背が高くなるんですね。あ、そうですね。で、この冬の時期は、このバラもここで切っても枯れることないです。なので、思い切り短くしていただいても、意外と大丈夫。あ、そうですか。はい、まあ、できるだけね、ちょっと短く切れるようになっていただくといいなと思います。はい、だからここで切っても平気です。あ、そうですか。はい、もっと切っても平気です。あ、まあ、目も、はい、あの、こう、いろんなところからこう、切ってきて、で、立派な花が咲くという。はい。まあ、葉っぱがついていたところに、まあ、大体必ずと言っていいほど芽が出て、あの、ついてるので、はい、まあ、直立するものだと、外に向いて、ね、切っていただくと、まあ、一番上の芽が最初に強く出てくる性質があるので、はい、一番外、あの、外側の、一番高い芽がね、外側に出てきた方がバランスよくなるので、まあ、二番目の内側に向いてる芽も動いてはくるんですけど、はい、やっぱり内側の芽で切ると強い枝が内側へ入り込んで、ちょっとバランスがちょっと、まあ、意外と悪くなってしまうので、はい、まあ、外を向いてる芽で切ってもらえばいいし、枝がこうしなるものだと外だと下になっちゃうので、その場合は上から見て芽と芽があったところで切ってもらえば、そこからね伸びてきてくれるということで、種類によって若干ね内芽外芽の話が変わってくるんですけど、まあ、この子のバラの性格を知ってあげて、立つ子なのか広がる子なのかで、ね、よく観察してもらうと、どこで切るのが一番いい枝がバランスが出るかなっていうのが分かってくるようになるので、ちょっとね観察しながら切っていただくとね、あの、面白いと思いますし、より素晴らしい花にね仕上げることができるようになります。はい、適当に切っても咲くし、考えて切ればもっと美しく咲くということで、あ、もうすごく分かりやすく説明いただきましてありがとうございます。はい、まあ、いろんな本当切り方によって、はい、花が大きくなったり大きな花が咲いたりと、そうですね、いうことで、まあ、自分の好きな品種で1年間を通してバラと付き合っていくと、はい、